よしよし。こんにちは。今日はね、ウィッシュっていう、まあ、中国なのかな、中国のね、通販から買ったのをね、紹介しようと思って。このウィッシュってまあアマゾンみたいなもんでさ、まあ買うとまあ全部一緒で、まあ、中国だからクレジットカード番号とか入れるのおっかないなと思ったんだけど、なんせね安いのよ。もっと言うとね、恐ろしくてね、ただのやつもあったりね、送料だけ負担してくださいとか、まあ釣りで言うとルアーがさただだったりさ、結構そういうのもあって、ただ中国だけあってね、送料がね高いし、まあ届くのに3週間ぐらいかかるかな。でね、今日は1点メインに紹介っていうか、あまりにもクオリティが高くてさ、ぜひ釣り好きで変わったのが欲しい人はいいかなと思ってさ、なんせ下品なね紫色のテカテカしてるのをね買ってね、遊びで買ったつもりがね、思った以上にいいのが来てさ。でね、袋、まあ、これに入ってきたんだけどさ、この中に4本ね、4本に組み立て式のやつがあってさ、マジかよこれ。蝶の影って書いて、まあなんていうのかちょっと分かんないけど、読み方がね、それでね、来たのはさ、まずこれ4分割で組んだけど、そのうちの3本ってさ、これ見て、お下品でしょ、紫色で。ちなみに紫色好きなのは欲求不満らしいですよ。フィッシュロットって書いてある。何がさ、すごいかってさ、これ今もう組み立てたんだけどさ、リールついてんだけどね、確かに送料入れて5000円ぐらいなんだけど、3500円で送料がね1800円ぐらいあったかな。すごいのはさ、このリールがいいのよ。あのね、この柔らかい、このすごいね、これね、また中がさ透けて見えるところもなんかおしゃれとは言わないけど、これね、安いやつだと、まあ、釣りする人は分かると思うけど、こう回していくと、この回った方向が逆にちょっと動くんだよね、ブレるの、ビクビクビクって、ここの部分がさ、これ全然動かない、カシャカシャカシャって、これ、結構いいと思うよ。で、この辺はね、やっぱチャッチャがあるんだけど、まあ、そんなことはね、気にしないしさ、安いんだからさ、セットで、その、買う部分ではさ、すげえ安いと思うよ、これ。でね、安い、なんていうの、安い、そのロット買うとさ、こう例えばこういうとこがさ、ちょっと触るとペロン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 しちゃってさ、柔らかいんだけど、これがっちりしてるしね、すごくいいよ。回しもんじゃないんだけどさ、別にこれを紹介したからって何かっていうわけじゃないんだけどさ、これとかね、最近結構ね、あまりにも安くてさ、これこのサイト見出すとさ、30分とか覗いちゃうんだけどさ、一気に買っちゃったのはね、この間ね、あ、これへまったんだけど、掛け布団でっかいの買ったつもりが、実は来たら布団カバーだったっていうね。あとね、糸これもね200円ぐらいだったかな、 PE の 300m。まあ中国製だからさ、この辺のやっぱこの辺が雑だよね。日本製だと多分綺麗に揃ってんだけどさ、まあだけど PE で 300m で送料入れたって確か500円とかだったような気がしたな。うん、でね、この最近買ったのはね、あと体温計ピッてやるやつね、これもねいくらだった、700円ぐらいだったからさ、2つ買ってこの間届きましたね。あとはね、スパイメガネじゃなくてスパイボールペンの方買ったんですよ。でもね、これ最初から壊れてたね、さすがって感じで、まあ、安いからさ、セーもしなかったから、まあ送り返すも何もないんだけどさ。あとね、あ、ぶっ壊れてもいいようにカメラも買ったんだ。カメラはさ、これ 1080p、 これ1000円、
送料の方が確かちょっと高かったような気がして、まあ使ってないんだよね、開けただけで。だけどで、ね、画像はさ、なんかいつの間に音楽が鳴っちゃって、こんな感じ。まだ何も設定してないからさ、だから、まあ映りもわかんない 1080p になってるけど、まあ一応壊れてないね、 SD カード入ってないからさ、まあ使えるような状態じゃないんだけどさ。それと何があったっけな、あとはね、 HD、 あ、こっちで Chromecast か、テレビ、携帯の画像とかをテレビに飛ばすやつね、これも買って、これも普通に使えましたね。安かった、3000円しなかったかな。あとね、 LED ライト、庭にこれぐらいの、どうだ、これぐらいの大きさのやつなんだけど、まあ昼間蓄電してソーラーでね。でもこれもね、明かりがすっごい上がるんだけど、暗くなってからじゃあどれぐらい持つかって言ったらね、まあ2時間持ってないね。今4時半ぐらいで暗くなるでしょ。そうするとつき始めるんですよ。でね、もう6時過ぎた頃には消えてるもんね。蓄電がダメね。あとはパソコンから USB からポート、ピピピピっていっぱいあの USB をつなぐやつ、これも安かったな。これ300円とかだったような気がしたな。まあ一個ずつ調べれば分かるんだけど、だとね、懐中電灯すっげえ上がるやつがさ、でもこれ外れた、なんか外れっていうのはさ、限定商品でね、買えなかったって感じなんだけど、でも返金ってすぐしてくれて、なぜかこのウィッシュってなんかね、怪しさが満点でさ、なんかこう女の子とか女子がさ、立ち損する機械とかさ、こんなの売ってたりさ、見てると飽きないんだよ。なんせ安かったり、ただのもあったり、またね、こう通知が来るのが面白いね。おめでとうございますって来るから、なんだと思ったらさ、発送されましたって、それおめでとうじゃなくて当たり前だろうと思うんだけどさ。だけど全部追跡終えるの、今上海のなんか上海出ましたとかさ、いろいろずっと追っていけるんだけどさ、まあ、そんなのいちいち見ないけど、まあ品物が届かなかったとかはね、ないですね、とりあえず。で、ウィッシュね、WISH か、それみんな一度見てみて、決して進めるというか、別に僕はそこで何ってわけじゃないんだけどさ、他の動画さっきちらっと見たら、ブランド物のまがいもいっぱい来たみたいなことが書いてあったけどさ、まあそれはわざとそういうのをね、変なのが来てるっていうので楽しませてる動画だったんだけどさ、まあだけどこれはね、ほんといい、普通に多分使える。で、これね、スピニングリールだけど、ベイトも選べるんですよ。で、セットになっててさ、これちょっと使ってみて、多分、まあ、さっきつ見たんだけど、こう見たっていうか、全部つないだんだけど、バランスはそんなに良くないよね。まあ、それは俺はそういうの気にしないし、いいんだけど、で、もともと今、左巻きが流行ってるじゃん、こっち。左手でさ、右にかけたんだけどさ、まあ付け替えもできると、ということで、もしね、何そのスタオって聞かれるのが面白いかもしれないしね。まあ下品でしょ、なんかこれほら、今ちょっとこの部屋が薄暗いからあれだけどさ、なんていうの、金具みたいなさ、光ってる色。まあそんな感じです。それでは、よしよし。てめえ、何時だと思ってんだ。起きろ。おい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 。マグロ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 。赤身中トロ大トロマグロ。なあ、そこのお姉さん。あんたマグロって知ってるかい？もし知らねえって言うんだったら。教えてやってもいいぜ。マグロのイロハってやつを。